大竹紳士講説録毎週金曜日は経済学者の金子マさんです。どうも、はい、こんにちは。ちは, <coughs> はい。えっと、うん、まあいつ終わるか分からなくなってきているそうです、ね、ウクライナの侵略戦争なんですけど、なんでこういうものが起きているのか意味がなかなかわかりにくいので、一応仮説なんですけど、はい、50年周期で。 あの戦争とかエネルギー危機とかパンデミック、うん、いわゆる感染症の大流行とか大きな産業構造の転換とか、はい、こういうのが起きるっていうのを、うん、あの説明している仮説があるんですね、うんはい、これがコンドラチェフの波といわれる、うん、コンドラチェフ循環といわれるものなんですけど、うんはい、まあ直感的に説明すると まあ50年というと一世代じゃないですか一、うん、つの世代で大体ある技術とかコミュニケーションの手段がこう変わっていくそれから戦争が大体50年すると、うん、あのも薄薄れるともななと、うん、そうそう、うん、いわゆる記録になっちゃう。うん、ということでもう一回大きな戦争が繰り返されると。うん いうことが起きるんだろうなというふうに思って1873年に大不況というのが起きてでイギリスがまああの,派遣の時代だったわけですけどそこのところドイツフランスアメリカがこうだんだんキャッチアップしてそれで世界全体がこう中心がなくなってこう不穏な。 まあ不況の時代が始まったとそれから50年経って、えー、大体、えー、第一大戦が始まりロシア革命がありそれからスペイン風邪の大流行がありっていうことが起きたわけですよね。うん、でそこから50年すると、えー、ニクソンショックとオイルショック第4次。 中東戦争で世界の秩序がガラッと変わって変動相場制になり G7 になりっていう形で大きく変わってきたけれど今度はこの時代にまあパーソナルコンピューターとか半導体とかが生まれていわゆる新しいコミュニケーション手段が生まれでグローバリゼーションとか情報通信の革命とかいうのが起きてで今 2020年にコロナウイルスの大流行があり2021年に中国のバブルの崩壊があり2020年にウクライナの侵略があると。でこれが怖いのは通常の極地戦と違ってあのヨーロッパ同士だってしかも東と西が激突するっていうのは 常に第一次大戦も第二次大戦も常にこれが発火点じゃないですかそうです、ね、だからそういう意味で言うと非常に、まあ、今欧米が実勢をしているので持ってるけど、うん、一つ間違うとそういう戦争になってきてると、うん、でプーチンがやってきたことは、うん、僕に言わせるとかなり古臭い資源、うん ナショナリズムに基づく侵略なんですよ。チェチェンから始まる14年戦争なんですよ。チェチェンジョージアシリアウクライナってみんな石油ガスのパイプラインの延長上のところに戦争してんですよ。で、みんな皆殺しをしてきる。だそれが今起きててで nato も nato でどん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 こう。東ヨーロッパが一応あの。 ベルリンの壁が崩壊してこうこう NATO がどんどん東へこう広がってくるでそれがあのウクライナでガチンコしちゃったっていう話なので世論の持っていき方や戦争の行方次第では一触即発で第三次世界大戦も起きうるんだと思う今のところアメリカ軍も自制してるし。 それはイラク戦争とかベトナム戦争とか失敗たくさんしてるからで今問題なのはそのあのジョベリンミサイルみたいな対戦車ミサイルみたいな、うん、ああいう,こう操作が比較的簡単な武器が西欧から流れてますよね。だけど例えば中隊とか大隊の、うん 大規模な破壊をするような、うん、そういう大規模な、うん、あのいわゆる武器ですよね、うん、戦闘機なんかもそうですけど、はい、そういうものを貸与しようとしても、うん、操作できないから、うん、ウクライナ軍は、うん、<laughs> そうすると結局欧米の軍隊が直接入んなきゃいけなくなっちゃうわけです、うんうん、だからそれはみんな自制してるわけですだからロシアも ああるる意味で自制をしてて面があって大規模なそういう武器を使ったらまあロシアだってすごいミサイル技術を持ってるわけだからバーッと誘導のミサイルでガーンとやればすごい大被害が起きる大戦争になっちゃうわけですよね。はい、そだけどもそれを抑えてるがゆえにあの戦争が長引く可能性があるんですの 戦争の状態ががずっとと続くわわわけけでですすよよ非人道的なこ行れるねだからそれを早く終わらせるために経済制裁が必要なんだっていうことがやっぱりちょっと通常の局地戦なんかと違ってちょっと危ない要素を持っている戦争今はみんな冷静さをまだ持ってるからむちゃ茶なことをしないようになってるけど。 これが一つ間違った時大変なことになるんでとにかく武器の手段じゃなく戦争を早く終わらせる経済制裁っていうのが必要になってくるっていうのが今の状態なんだろうと僕は思うんです。だからサハリン1-2とかあるいはあのアーク2とかねもう俺らの安いエネルギーを確保するのは権益だとか言ってんだけどプーチンの権益企業に。 貢ぐようなそういうことをやり続けて、うん、で戦争の隙間抜いて、うん、あのうまい汁を吸おうじゃないかみたいのが、うん、僕はちょっとさもしい感じっていうのが、うん、ダメなんじゃないかなと思うんですね。そでその戦争に関して経済制裁をした時に、うん、みんな困るじゃないかっていうんだけど、うん、出口はあるわけですよ。 だってドイツなんか3割もロシア製のガスを依存してるわけでしょエネルギーの中ででつい最近3月かなあのいわゆる再生可能エネルギー法っていうのを決めてで2030年に8割再生エネルギーにしますとで2035年に100%しますと極めて大胆な法律を決めてんですよ。だかからなん あのドイツもねエネルギーにその困ってるから日本もみんな緩めてるから日本もそれでいいんだっていう話しようとしてるわけですよ日本は違う全く違うでしょドイツは必死にもうエネルギー転換を起こしますともうエネルギーの革命を起こしちゃいますというそういう気,気合というかそういう気,気持ちでとにかくロシア産のエネルギーっていうのを さっきも言ったけど、まあ、なんかそのチェチェンから始まる古臭いなんい19世紀の帝国主義みたいなああいうものからフリーになる自分たちがそこから逃れていくそういう地球温暖化だけの問題じゃなくてそういう手段としてあの再生可能エネルギー法みたいなものをしっかりあの決めてきてると。 サハリン2 1 2でねエネルギーは他の地域よりもあのガスの値段が少し安いぞと言うんであのこれは手放せないみたいな話してんだけど待ってくれよとこの,この程度の依存度って言ったら失礼だけどこれをやって大胆に電力会社は困るわけだのような話なんだけど電力改革して 一気にその再生エネルギーをダーッと入れていってで蓄電池でこの不安定さを確保していくそういうなんかその思い切った自分たち自身を変えていくそういうあのさっきの話じゃないですけど50年周期で起きてることってその戦争によってエネルギーが猛烈に変わるわけですよ。 例えば第一次大戦で行けば電気、うん、電信、それから、えー、っと、うん、化石燃料とエンジンみたいなのも生まれてくるわけですよ。はい、で、それで今起きてることは多分エネルギーを大規模に、うん、あの大胆に変わ、変えていく。うん、そういうチャンスを与えられてるんだっていうくらいな気合で変えていくっていうことが必要な。 なんかそういうことを教えてるんだと思うんですよねそれがすごく正しいことだと思うんだけど変えることを絶対に嫌がる人たちが多いよねそれはだって,っって利益を貪ってる人たちだから,だ,だ,からだから電力会社だとかさうん、うん、今の石油も通りとかさもうベラ儲けしてるわけですよこの状態で、うん たおっしゃることわかるんですけどもそのドイツはそういうふうにしようとしてるけど。 同じ EU でも全部が足並み揃ってるわけじゃなくてえそこのところで別の国はやっぱりちょっと原発を動かそうかっていうね増やそうかって国も出てきたわけでまあ日本は原発は危険だってことが分かりつつもまだこっちも動かしていった方がいいっていうまあここら辺のなんかこう同じ地平に立ってるのにまあやり方が違う方向性が 出てきちゃってるっていう問題はあります。なので、いつでもそういうこと起きるんですよ。既得権益が強いところは、そういうことが起きるんだけど、あの僕らは何を見なきゃいけないかっていうと、時の流れなんですよ。なん、どこが世の中があのどっちの方向へ向かっているかって考えると、地球温暖化とか、原発の事故とか、それからこの間のウクライナにおける原発攻撃とか。 こういうことを見た時に将来的に最も人々が安心してかつ未来を見据えた時にどっちの方向へ向かうんだろうかって考えた時にやっぱりそっっちへ向かかていかざるを得ないだろうすると大きな流れにあの逆らおうとす,るすればするほど後に損をするんですよ。 どんどん世界から遅れていってしまうとそうするとかえってその国の産業も含めてそっちもどんどん立ち行かなくなっていっちゃう。当面いい目を見たいと思っている人たちは大体年寄りでまあちょっとこういうこと失礼だけど三村日商会とがサハリンはダメだ確保しなきゃいけないとかそういうことを言うのはもうあなた80超えていて未来を語るよりは。 もうちょっと未来を応援しなよっていうねあと数値の問題もねちゃんとはっきりさせた方がいいですよねそうサファリン1、2でこう日本がねこうどれだけのねあの日本の電気関係のエネルギーが賄えるのか聞いたところでなんか、まあ、その1割程度のエネルギーならねなんとかねできそこがなくてもなんとかできるんじゃないかっていう国内のねそ<う>の意見もあるわけだしね。で アクツなんかまだ、うん、あのガスを生産してないしおまけき中国向けで日本のものじゃないじゃない、うん、あんなもの早くやめた方がいい、うん、わけでしょただ最初にあの先生がおっしゃった冒頭のこの,この時代にこの古臭い戦争領土拡張していくタイプのね戦争を人民を巻き込んで大虐殺しながらやっていくっていうのは どだからそれはね、多分さっきのほら50年周期で、アメリカ一国から G7 になったり、変動相場になったり、50年周期で国際的な枠組み変えなきゃいけないじゃん、これはもう明らかに国連の枠組みとして、もうロシアが常任理事国でやっていけば、もうなかなか動きが取れない。 っっっていうことが分かっちゃったわけだよねあのなんか日本のできることね、まあ、やっぱ人道的なことが一番大きく貢献できると思うんだけど、まあ、今度のあれだねあのウクライナの前にそのチェチェンだとかそう,そういう紛争だとか,なかウルグアイだ アフガニスタンだとかそういうことに関してだってそこでも大量虐殺ジェムサイドが起きてたわけでしょそれなんかさ止められなかったし、うん、なんか知らしめられなくて俺たちもな遠くの国の出来事みたいにちょっと思っちゃってたのがあるじゃない、うんうん、やっぱりそういうのをちゃんとメディアもしっかり伝えて人道的な見地から、うん、この国はどういう立場を取っていくんだってことをそれをなんかこうねあの あんまりアメリカのこう一緒になっていくっていうんじゃなくてそうイラク戦争だってアメリカがやったわけだから、うんうん、やっぱり国際的な新しい枠組みで平和を維持するにはどうしたらいいかっていう,う、ね、なんか積極的な提案をしていく必要があると思うんだよね。うん、そういういことで日本は ち,ょっとちゃんと貢献してい,て貢献していけばいい、ね、それでエネルギーでも考えていくっていうねそ,うそ,うそ,うそこに住んでる私の気持ちも安定する、うん、<laughs> ありがとうございました <laughs>、うん、大滝新志向有録来週月曜日は経済アナリストの森永拓郎さんですお知らせの後は交通情報です。